トラベラーチャンネル、皆さんこんにちは。いつもトラベラーチャンネルご視聴ありがとうございます。毎週水曜日は世界のツアー情報を中心にお届けしております。ということで今日はですね、タヒチ VS モルディブ、選ぶならどちらというテーマでお届けしていきたいと思います。これからビーチリゾート行かれたい、もしくは新婚旅行でビーチリゾートに行きたいと考えていらっしゃる方、ぜひですね、最後までご覧ください。それでは今回の目次というのがこちらになります。自然の美しさと特徴、アクティビティ、お食事、費用とアクセス、最後にまとめという順番でお届けしていきます。それでは早速いきましょう。まずはですね、こちら1番、自然の美しさと特徴ということで、まずタヒチから見ていきたいと思います。タヒチはですね、緑豊かな山と海、この2つがポイントになっております。タヒチにはですね、綺麗な山、代表的なのが、ボラボラ島にありますオテマヌ山というこの山ですね。水上コテージからこのオテマヌ山が見えるかどうかによって旅行代金というのが変わってきます。それほどですね、タヒチにとっては象徴的な山ということで、まずはオテマヌ山、それがあるのがボラボラ島ということで、まずはこちらを覚えてください。続きまして、こちら水上コテージ発祥の地ということで、タヒチが、水上コテージ発祥ということで、タヒチに関してはですね、昔ならではの水上コテージ、そして緑豊かな山と海ということで、まずはこの2つ覚えておいてください。続きまして、モルディブですね。モルディブ見ていきたいと思います。モルディブに関しましては白い砂浜と海ということで、モルディブは山ではなく綺麗な海に囲まれております。そしてそのホテル、リゾートがですね、一棟一リゾートということで、そこのリゾートに宿泊しているお客様しか入ることができませんということで、モルディブの場合は綺麗な海に囲まれたリゾートと一棟一リゾートということで、非常に安全面に関しても安心です。続きまして2番目ですね、アクティビティちょっと見ていきたいと思います。アクティビティ関しては、2つともですね、海のアクティビティが重要ということで、似てるんですが、まずタヒチの場合、こちらがシーカヤックですね、カヤック、またエイサメのシュノーケリングといったアクティビティ、こちらが代表的なアクティビティになります。そしてモルディブの場合見ていきたいと思います。モルディブもですね、シュノーケリングがあります。そして無人島のツアーということで、リゾートによってはそこのリゾートに宿泊しているお客様限定の無人島というリゾートもありますので、もしですね、無人島に行かれたいという場合は、そのようなホテル、リゾートをお選びになることをお勧めします。それでは3番目ですね、お食事ということで、まずはタヒチ、代表的なのがカヌーブレックファストといいまして、カヌーに乗ったホテルのスタッフがですね、朝カヌーで朝食を運んでくれます。そして水上コテージのテラスでですね、朝食の準備をしてくれて、そして、テラスで朝食をとるということで、このカヌーブレックファストというのがタヒチでは
とても有名でございます。そしてオールインクルーシブ、滞在中の食事というのが全て込み、またオールインクルーシブの内容によってはドリンクも込みというリゾートもあります。そしてですね、ローカルレストランということで、タヒチの場合はですね、このボラボラ島以外にもモーレア島、タヒチ島などがありまして、現地の人が行くレストラン、現地の人が行くレストランでお食事をすることもできます。そしてですね、モルディブの食事状況、こちら比較してみたいと思います。こちらがですね、有名なのが水中レストランということで、モルディブには水中レストランがあるホテルもあります。水中レストランですね、こちらランチもしくは夕食2つありますが、私個人的にはランチがおすすめです。その理由はですね、お昼間でしたら水中レストランでお食事をしながら綺麗な太陽の光が入ってきて、もう幻想的な食事ができるということで、この水中レストランもし選択することができましたら、ランチをお選びになることをお勧めします。そしてですね、この食事オールインクルーシブということで、モルディブもオールインクルーシブがあります。食事、またはドリンク飲み放題というオールインクルーシブも最近はとても増えてきております。と中にはですね、アクティビティもオールインクルーシブに含まれているという場合もありますので、ぜひですね、オールインクルーシブ何が含まれているのかというのをご出発前に確認されることをお勧めします。またですね、このホテルによっては4泊以上滞在した場合特典がさらにつきますといったリゾートもありますので、宿泊日数、4泊で特典がつくのか、もしくは3泊ではダメなのかというのも出発前にチェックされることをお勧めします。そしてですね、こちらアクセス、そして気になる旅行費用ですね、こちらあくまでも目安としてご紹介したいと思います。まずタヒチですね、タヒチは今現在運休になっておりますが、嬉しいことに10月29から週2便火曜日と金曜日で、直行便が成田空港からタヒチまで復活します。週2便で復活します。ただ来年はですね、6月の末から8月末までに約2ヶ月運休になっておりますので、お気をつけください。そしてですね、旅行代金の目安としましては、だいたい70万から90万円ほど、これはもちろんリゾートによって、旅行代金というのは変わってきます。あと水上コテージの数というのが約20前後になっております。ですので、もう出発するお日にちがお決まりの場合は早め早めに予約をされることをお勧めします。水上コテージ約20しかありません。そしてですね、一方モルディブの方見ていきたいと思います。アクセス、こちらが経由便になります。シンガポール乗り換え、スリランカ乗り換え、ドバイ乗り換えといった感じでですね、選択肢が豊富でございます。そして旅行代金の目安としましては、だいたい60万から90、100万前後というところで、あと水上コテージの数というのが約100前後ありますので、選択肢の数としてはモルディブの方が数は多いです。そしてですね、経由便ということで、他の
国との組み合わせというのも可能です。それではですね、最後のまとめということでご案内をしたいと思います。こちらがですね、タヒチとモルディブの違いということで、ご案内をしてまいりました。タヒチとモルディブはですね、季節が逆になっております。日本の4月から9月、こちらがベストシーズンと言われているのがタヒチ、一方モルディブの場合は10月から3月というのがベストシーズンとも言われております。ですので時期をですね、ベストシーズンに行かれたいという場合は早めにご検討されることをお勧めします。またアクティビティなどもですね、ご自身に合ったアクティビティがタヒチにあるのかモルディブにあるのかというのも比較されるといいかなと思います。ということで今回の動画が少しでも役に立ったよという方はぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。